うさぎと亀の童話ランド。こっちは鶴の恩返しだ。ここには絶対小人がいる。今回は全力で小人を捕まえてみせます。小人を捕まえて家に持ち帰って立派な小人系 YouTuber になってみせます。だから皆さん応援よろしくお願いいたします。シナキン TV イエーイ。今回小人を探しに来た場所は日野トントンズ、またの名を羽村市動物公園。ここは童話をテーマにした展示がユニークである。そしてこの亀はでかい。芝生広場には SL が置かれ、ピクニック気分が味わえる。ここに小人がいないはずがない。とりあえず聞き込み調査から始めてみます。すいません、すいません、小人っていますか？すいません。知らないですか？なんかここにいるって聞いたんですけど、いないですか？あちらの人に聞いてください。あちらの人ですね。後ろの人です。わかりました。はい、すいません、小人っていますか？いません。え、見たことないですか？あります。どこにいました？彼は有力な情報を手に入れた。ここに小人がいるらしいので探していきましょう。おむすびコロリンって気になりますよね。ここはプレリードッグがいるらしいです。あ、いた。2匹ともこちらを見ていますね。こっち向くかな。あ、向きました。プレリードッグってかわいいよね。長靴を履いた猫。これは漫画みたいなんですね。漢字が多くて読むのが難しそうですね。長靴を履いた猫のモデルらしいですね。小さいヒョウみたいな感じですよね。くつろいでおります。シベリアオオヤマネコ。これも猫とかよりヒョウに見えますね。道を歩いていて急に現れたら腰を抜かしますよね。ここがアルマジロのお家です。お、アルマジロを見つけました。顔はこんな感じになっていますね。こちらはミーアキャットです。立っていますよね。キリンです。ここが噂のシナキン TV イエイ。なんか面白そうなものを発見しました。どんぐりポストですね。お口に入れたらコロ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 転がってお尻から出てくるんですね。まずはどんぐりを探してやってみたいと思います。あ、ありましたよ。これがどんぐり。それではどんぐりを入れてみましょう。いけ。あ、は、え、入れたどんぐりが出てこなかったですね。次行きましょう。取り立ての羊の毛がありました。この羊の毛を使ってモフモフのパンツを作りたいですよね。履いたら気持ちよさそうですもんね。ベニキノコビトみたいな名前の鳥を発見しました。色がベニキノコビトみたいですね。ペットにしたくなりますね。小人を知っていそうなカピバラを発見したのであった。すいません、すいません、ここに小人っていますか？すいません、ここに小人っていますか？いないですか？なるほど、うん、美味しいんですね。ご飯が美味しいって言ってましたね。小人はちょっとわからないみたいですね。グッドバダー。
チャンネル登録マジでお願いします。ここにカブトヨソイがいましたね。ジャンプをしてみたんですけど、ちょっと届かないみたいなので、カブトヨソイは諦めたいと思います。次は芝生広場に行こうと思っております。矢印は左ですね。手小人、上手に草に隠れていますね。これはリトル花頭です。すげえ笑ってますよね。リトル花頭がいましたね。捕まえました。リトル花頭を捕まえたんですけど、危険な小人なので持ち帰らないようにしたいと思います。元いた場所にリトル花頭を戻してあげたいと思います。バイ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 。広場に着きました。ここに小人がいるかもしれません。うわ、すげえ、びっくりした。本物の恐竜がいると思いました。すげえリアルにできてますね。危うく腰を抜かすところでした。小人が隠れているかもしれないので探してみましょう。こちらはパンダですね。シェーのポーズを取ってるかのようですね。こちらはアフリカゾウですかね。タイとかで置いてありそうな感じのやつですよね。こっちは普通のゾウですね。ライオンもいますね。大きな株がありました。本当に大きいですね。思わずかぶりつきたくなりますよね。全然小人いないね。いませんね。ああ、小人。木の上に座っている小人を発見したのであった。これは、ママリコモリですね。ママリコモリって、かわいいよね。シナキン TV、チャンネル登録すると、いいことがあるという噂が、ないんですけど、してくれたら嬉しいです。小人いました。ママリコモリですね。彼は全力で走った。今までは逃げてばかりだったけれど、今回は小人を捕まえるために全力で走った。やったぞ、行くぞ行くぞ。ああああああ、今回もまた小人を捕まえることなく終わってしまった。だけど全力で捕まえようとした、そんな彼にまた期待したい、そう思った。